毎度、徹子です。韓国のバッテリー企業は、世界の自動車大手とタッグを組んで合弁会社を設立するなど、電気自動車に搭載するバッテリーのシェアを上げようとしています。LG エネルギーソリューションは、GM と組んでバッテリー工場を増設する計画があるし、SK イノベーションも、フォードと合弁会社を設立することが決まっています。ニュースの詳細。米国と韓国による電気自動車バッテリー同盟に日本が緊張している。世界各国の自動車業界が電気自動車の生産体制へと転換を図る中、韓国が存在感を表せば日本の素材部品企業の居場所が狭まるかもしれないという懸念が出ている。米国1位の完成車企業であるゼネラルモーターズ GM に続き2位であるフォード社まで韓国のバッテリー企業と手を結んだことに対する危機感だと見られる。ドナルド・トランプ前米政権当時の2019年、LG エナジーソリューションは GM と合弁法人を設立し、2022年から2023年まで、米オハイオ州とテネシー州に計70ギガワット時規模の工場を建てている。ジョー・バイデン米政権となっても、軽バッテリー同盟は続いている。米韓首脳会談の前日である。20日、フォード社と SK イノベーションは、バッテリーの合弁法人を設立することを決定した。バイデン大統領は、今月18日、ミシガン州のフォード社の電気自動車工場を訪れ、中国が、電気自動車の競争で勝つようにはさせないと宣言した直後になされた決定であるだけに、一層注目を集めている。このような事態は、米中対立が激しくなっている状況が、韓国に有利に働いていると分析されている。バイデン大統領は今年2月、半導体、医薬品、レアアースバッテリーの4大革新品目に対する供給網の脆弱点を検討せよという行政命令を下している。中国に依存しない供給網を構築せよというのがその骨子である。このことにより2017年から世界電気自動車バッテリー市場1位の中国 CATL にとっては足元に火がついた状況となった。一方、日本企業は電気自動車のバッテリー事業で苦戦している。日産自動車と提携していた NEC は自動車のバッテリー事業から撤退し、電気機器企業である GS ユアサもドイツの自動車電池企業ボッシェとバッテリーの合弁事業を断念したとのことです。あかん。韓国の供給している EV 車の発火事故が相次いでいます。リコールしても発火していて、発火の原因もつかめていません。こんな感じなので、韓国の EV バッテリーの技術は、そこまで高くありません。日本企業の課題は、日本企業同士の協業が進まないことです。バッテリーを国策事業として推進している中国や韓国は、国費を大量に投入しているので、単独ではなかなか太刀打ちできないというのが現状です。本格的に電気自動車のバッテリーを供給しているのはパナソニックだけです。重要部品のバッテリーを共産国家の中国と韓国に抑えられれば、日本企業は何をされるか分かりません。そもそもそんな国の企業と取引をするなと言いたいですが、バッテリーを供給できる日本企業がいないと選びようがありません。日本企業が電池事業で遅れをとっているのは、日本政府や担当省庁などの怠慢の原因です。韓国製バッテリーに日本技術が使われていないかなどの特許調査や新技術への助成など、いろいろできることはあります。電気自動車の制御系も重要だけど、走行距離を決める充電器はさらに重要です。それに、基幹インフラ技術の優位性を確保することは、経済安保において非常に重要なことです。車両用バッテリーにおいて、韓国と米国の提携が拡大している電気自動車の革新部品であるバッテリー分野で韓国企業の存在感が大きくなれば、日本は供給網で押される可能性があるという分析もあります。自動車用の全固体電池特許の4割をトヨタが保有しているので、次世代電池の競争では優位に立っているのだけど、気を抜かずに頑張ってほしいですね。ほんで、韓国企業が米国企業とタッグを組むということは、技術を共有するということです。つい最近、フォードは1億8500万ドル、約201億円を投入して、電気自動車用バッテリーの開発に乗り出すと発表しています。
SK イノベーションは LG エネルギーソリューションに営業秘密を盗んだとして米国 ITC に告訴されて敗訴。その後 ITC の判決を覆すために大統領の拒否権を求めるなどの吸ったもんだがあった挙句、 SK イノベーションは LG エネルギーソリューションに1兆ウォン約970億円を支払うという条件がまとまり和解しています。案の定2021年第1四半期の営業利益が赤字転落しています。技術開発したいフォードとお金がない SK イノベーション、両社の合弁企業が誕生することでフォードの技術開発はかなり加速するんじゃないかなって思います。電気自動車に搭載するバッテリーは自社製というのが自動車業界の流れなので、韓国バッテリーメーカーがお得意さんを失う日は近そうですね。こちらが韓国の反応です。これで SK イノベーションの製品は大ヒットするだろう。今後が楽しみです。数日で飛んでいきそうだ。工場の雇用をアメリカに全部奪われるということです。これは大韓民国の歴史上最も偉大なムンジェイン大統領のおかげです。韓国の革新産業である半導体産業を中国に渡そうとして、半導体産業の首長であるイ・ジェヨン氏を韓国に閉じ込めた。土地も広い米国に行ってバイデンに太陽光発電、風力発電のセールスをしてきたらどうか。半導体であれバッテリーであれ大企業だからといっていじめないでほしい。私たちにこんな大統領がいるなんて本当に素敵ですね。韓米経済同盟と韓国政府の努力を支持します。 SK を信じてくれる米国企業が存在していたのですね。韓国の雇用がまた消えていく。本当に政府は何をしているのか。重要な工場は全て米国に行ってしまった。フォードや GM は結局のところ韓国の LG と SK の技術だけを盗んで決別することになるだろう。両国はウィンウィンという関係を築けないのですか。ひとまず米国の外交秩序に協力していることは幸いだ。中国市場は企業家にとっては重要だが、中国市場にとって変わるところも探しているだろう。米国とアメリカ大陸はもちろん、アフリカ、インド、インドネシアのような人口大国を開拓して中国の影響力を最大限減らしましょう。以上が国民の反応です。まずは日本の自動車メーカーの協業がちゃんと進むことが大事です。トヨタはパナと組んでいるんだけど、日産は電池事業を中国に売却しています。日本企業同士がちゃんと連携できていれば、韓国企業の動向なんて気にする必要はないんじゃないかなって思います。最後まで見てくれてありがとうございます。